さんこんにちは、こんばんは。じっちゃん今さ、自宅の近くのさ公園に来てるんだけど、子供がいっぱい遊んでるね。花もねいっぱい咲いてるんだけど、蝶々がね、何の蝶々、この黒と黄色のね蝶々がさ蜜を吸いに来てるのかな。いっぱい飛んできてるね。なんかさ、じっちゃんチャンネル1年間ね、毎日投稿しようとかさ、1年間でチャンネル登録者がさ1000人いくかっていうね検証で突っ走ってきたんだけどさ、1年過ぎたらさ、なんかね燃え尽き症候群じゃねえんだろうけど、ね、何なんだろうね。じっちゃんの行動ってさ、じっちゃんチャンネルを始める前と全然変わんないんだよね。まあ遊び行ったりとかさ、物作ったりとかさ、くだらないことやってみたりとかね、生活そのものはさ全然変わんないんだけど、一つだけさ問題があるんだよ。一つだけ、あのね、こういろんなことじっちゃんやるんだけどさ、今日もねちょっと DIY でさテーブル作ろうと思ってね、木材を買いに行ったりとかねしたんだけど、ここ1年さ、こういろんなことをするにもさ、すぐこうやってねビデオさ回してたんだけど、なんでか知らないけどね、あのビデオ回そうっていう気にならないんだよね。でさ、なんなんだろうね、やってることは全然変わんない、やってることは変わんないんだけど、なんかね1年過ぎたら途端にさ、なんかビデオ回すのが面倒くさくなっちゃってさ、こういろんなとこ行ったりとかさ、遊びに行ったりとか、くだらないことをしたりとかさ、友達のとこ行ったりとかしてるんだけど、ビデオ回さないんだよね。よくわかんないよ、言っちゃうもんね。で今日もねビデオを撮らないといけないな、もうストックもないしなと思ってね、ストックもないしビデオ回さないといけないんだけどなと思ったんだけど、ビデオ回しながらさ買い物をする気にもならなかったので、まあ、買い物はしてるんだ、テーブルを作ろうとかさ、そういう気にはなってるわけだからね。で他のいろんなね、またくだらないことしたりとかさ、友達にねくだらないもん頼んだりとかさ、アマゾンでしょうもないもん買ってみたりとかさ、そういうのことはさ変わんないんだよね。変わんないんだけど、ビデオだけこのビデオだけがね回す気にならないんだよね。だからビデオ回さないっていうことはさ、 YouTube に動画も上げられないっていうことだよね。で今日はねその材木をさ買いに行ったりとかさした時、スマホでねちょこちょこっと撮ったんだけど、とてもさ動画にするだけの撮れ高もないし、ただ材料のとこをちょこちょこっとね撮っただけだからさ、どうするかなと思ってね、しばらく休むかな、動画制作だけね。生活自体は変わんないんでさ、いろんなことじっちゃんするんだよ、いろんなことしたり行ったりとかしたりとかねしてるんだよね。何も変わってない、何も変わってないんだけどさ、ビデオだけ、ビデオを回すか回さないから県のね差なんだけどね。まあそのビデオをさ回さなかったら動画は全然できないわけだ、当然のことながらね。子供たちがね水鉄砲を持ってさびしょびしょになってるよ。風が気持ちいいね、気持ちいいね風もね。こんなさ公園でねぼーっとしてね、あのねここの公園ねあれなんだよ、すぐねそこに公園の横にさ小川があるん、ちっちゃい川があるんだよ、ちっちゃい川なんだけどね、うなぎもいる、それからさ魚もいる、アジがね登ってきてるらしいんだけど、実はよくわかんない、その魚はね、うなぎはさ友達の友達が取ったりとかさ、友達も
何匹かにこう散歩してる時にさ見かけたって言うんだよね。実はそこまで気をつけて見てないからね、わかんないんだけど、楽しそうだね子供ね。ということでね、じっちゃんのね近況報告でございました。まあね、動画をね上げないってことはないと思う。やめようっていう気はないからね、やめようと思ってないんで。ただね、1年過ぎた途端にさ、なんでかわかんないけどね、ビデオ回したくなくなった。なんでだろうね、わかんない。ここ1年さ、もうビデオビデオでさ、もう動画を撮らなきゃっていうか、アップするものがないとかさ、撮りだめしとかないと動画がなくなるぞとかね、まあ、結構そんなことも考えてたしね。行動自体はさ変わんなかったんだけど、動画のことはねやっぱり気にはなってたからね、それがあるのかなと思うんだけど、よくわかんないね、よくわかんない。じっちゃんにもよくわかんないよ。なんか自分のね、何なのかね、何なのかはわかんないけど、ただそういう気持ちがしてね、ここね1週間ぐらいほとんどビデオを撮ってないんだよ、じっちゃんね。久しぶりにねこうやってビデオをさ置いてさ撮ってるけど、まあそういう時ってあるよね。まあ人間そういう時ってあるよ、そういう時があるんだよ。まあ神様がしばらく休めっていうことかな、のんびり行けっていうことなんだろうけどね。ということでね、今回はじっちゃんの近況についてねちょっと喋ってみました。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。